ヘイヨーブラザー健診ブラザーズの健子と佐藤健です。ヘイヨーブラザー健診ブラザーズの新子と徳留慎之介です。この番組は事務所の同期で兄弟のように仲良しな2人、健診によるしゃべくれ番組となっております。はい、皆さんお久しぶりでございます。動画会です。イエーイ。いやマジでちょっと違和感を感じてます。もうね、はい、久しぶりに原神ブラザーズとして皆様の前にお顔を出したわけでございますが、はい、なんと、私の誕生日会以来ということでございまして、何ヶ月じゃあ、なんか3月だから4、5、6、7、8、5ヶ月くらい、まあ、約半年弱前くらいか。そんな前なんだ。ございますけども、まあ、お互いにね、私も肩幅がでかくなったりですとか、 あなたは髪色が変わっていたりですとか、そうちょっとグレちゃってタバコとかも吸い始めてね、本当最近ちょっと全く真反対のことやってるやんけ。もうね、すいません本当に、きちんとね、あの理由はあるということで、はい、毎日叫びたりで、まあね、すいませんすげえよ、こんだけ自分から下げていこうとするやついるかい。今日も引っ掛けて帰ってきましたいっぱい引っ掛けて。まあね、なぜ彼の髪色が変わったのかこの後ね、ゆっくりお話ししたいと思いますけども、はい、久しぶりの動画会。いやちょっとそわそわしますね。久しぶりですよここ。そう、ただもうこの画面はもうおさらばらしいですよね、はいはい、今日で、ね、久しぶりにしてもう最後らしいですけども、ね、だから見納めだし、そうです見納めです、はいはいはい、多分また違う動画会になった時は、はい、また違うところに新しいスタジオになっているんじゃないかなと、うん、でお会いするかもしれないですね。現在引っ越し作業中ということで、はい、いつもだったらですね、防音の扉がねここの先にあるんですけど、扉なくてですね、そうだから規制を発する誰かがいたらすぐ聞こえます、うん隣のヤバい親父とかいたらすぐ聞こえます。いねえだろということでね、はいはい、今日は久しぶりの動画会楽しみですね、そして8月18日に誕生日を迎えた徳留慎之介くんをたっぷりお祝いしたいと思っております。お祓いと一緒だと思ってますその年の自分のその力を試す清めですか、はい、福男的なね、やつだと思ってますから。じゃあその福男的な力を、はい、思う存分発表して発揮して、はい、いただければと思っております、はい、私も動画会久しぶりでちょっと緊張してます。そうですよね、そうそうしますよね、はい、ということで今日もよろしく、はい、よろしく。健診ブラザーズ本日のフリートークよっ。さあということで、こちらはお題メールなど様々なテーマをネタにして展開するフリートークコーナーとなっております、はい、まずは今回お誕生日を迎えたばかりのしんちゃんにいろいろお話を伺っていきたいところなんでございますが、はい、早速、はい、こちらの話題をねあらいきたいと思います。いいんですか。プラガリアメモリーズ、あらファーストライブ&ファンミーティングあります関するお便りが届いておりますので、そちらを読まさせていただきたいと思います。嬉しいな。さあブラザーネームルトさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、佐藤さん、徳留さん、スタッフの皆さんこんにちは。こんにちは。徳留さん、先日のフラガリアメモリーズのライブお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。今回徳留さんはもちろんのこと村瀬さんや坂木村さんといった、うん、可愛い声の方が多く、はい、ずっと可愛いと言いながら徳留さんの名前が入った自作のペンライトシート入りのペンライトや、はい、自作の徳留さんの名前プレートを振っていました。あら、特にジェスチャーゲームの時に信長さんをいろいろなバリエーションで応援している姿がとても可愛かったです、はい、また現地での CD 購入すると全キャストのサイン入りポスターが当たるガラポンをしたところ、はい、当たったためポスターが来るのは楽しみにしています。すげー、またイベントがありましたら参戦したいと思っています。とても楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい幸運の持ち主だ、そしてですね今回、はい、こちらのそのグッズのですね、すごいよ写真をすげえ持ってまして送っていただきました。素晴らしいですね。みんな言いまして、ほらしんちゃんのそうエンジェルボイスね。エンジェルボイスですよでもさ、なんか自分じゃないみたい。ありがとう。あなたなんですよ。すごいねこんなこういうの作ってくれる方がいるのむちゃくちゃ嬉しい。そうですよ。すげえ、ありがとう。徳留慎之介推ししか勝たん、そして権限せしエンジェルボイス徳留慎之介と。すいません権限しちゃって、すいません神から命令を受けてみんなにエンジェルボイスを届くるべく、はい、権限しました。どうでしたか、はい、実際にフラガリアメモリーズのファーストライブファンミーティング、いろいろお話を伺っていきたいところです。
ちゃくちゃ楽しかったですよ、うん、楽しかったですし、それこそね、あの村瀬さんだったりとか、はい、あの榊原さんだったりとか、はい、かわいいこう高い高音声優と呼ばれる方々が揃って、で、まあ、僕が自己紹介して、うん、その後に村瀬さんが自己紹介して、で寺島さんだったんですけども、寺島さんも高くなるっていうね。みんなどんどん高くなってた。そうそう、まあ、結局あの相対的に全部高くなるっていうあの異常事態が起きまして、まあ、でも楽しくね、はいはい、やらせていただいて、まあ、あのなんかあ、なんかこんなに僕らを応援してくれる方がいらっしゃるんだっていうのが、ね、むちゃくちゃ熱くなって、うん、でさらになんですけども、うん、ここを借りてなんですけど、僕、はいはい、ツイッターやってないんで、はいはい、ちょっとお礼を言いたくて、どうしてももちろんね、来てくださった方、はい、あのまあ、僕だけじゃなくてこの作品をね、見に来てくださった方にも全部、はい、ありがとうございますなんですけども、うんうん、僕のね、フラスターを書いて、うん、作ってくださった方がいらっしゃって、頼んでくださった方がちょっと、ちょっとこの場を借りてね、うん、お礼を申し上げたいと思いまして、うん、アメさんと、はい、きなこさんと、はい、萩野さんと、はい、白犬さんと二郎さん、はい、本当にね、僕のためにフラスターを用意してくださって本当にありがとうございます。良かったですね、本当に。いやもう、うちのね、うん、親も来てたんですけども、はいはいはい、真っ先にそのフラスターを見つけて、うん、真っ先に走って行って、うん、写真2人で撮って、うん、母親は泣いたそうです。いやーもう、いやもう、よかったね。うちの母親はね、僕のエゴサをしてるんで。お母様、あなたのエゴサをしているの？そう、フラスターをね、フラスターが出るかもっていうのを知ってたらしくて、そう、それをね、わざわざこう、なんか探して、うん、あったって言ってね、うん、一生懸命走って、探して、うん、あったよってこう、LINE でくれて画像、うん、そう、そう、もう泣いてて、もううちの母もすごく感謝しちゃいました、うん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しかった。ね、はい。今回、髪色を染めた理由が、はい、みんな、皆さんにね、こう少しでもこう朗読劇とか、はいはい、歌とか歌うっていう話だったんで、うん、ちょっとでもね、遠くから見て、はい、薄めでも見てこう、こうみんなが喋ってるなってこう少しでもね、うん、思っていただけたら嬉しいななんて思いながら、うん、ちょっと髪をね、はい、派手にいたしました。いやもう、はい、ね、キャラ愛というか、やっぱり皆様に届けたいということで、そうですね、少しでもね、うん、近づくこうみんないたんだなっていうふうに思っていただけるように、ちょっと自分なりにね、はいはい、工夫させていただきました。ということでね、はい、今後の、フラガリアメモリーズの活動、はい、そしてしんちゃんの活躍にもぜひ期待していただければと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、ここからはですね、はい、しんちゃんに、はい、やっぱりいろんな形で、はい、おめでとうございます、はい、こんな形であなたを知りましたなど、たくさんのメール届いてますのでご紹介していきたいと思います。ありがとうございます。ブラザーネームクローブさんからいただきました。ありがとうございます、クローブさん。元君、しんちゃん、スタッフの皆様、こんばんは。こんばんは。遅ればせながら番組100回おめでとうございます。ありがとうございます。そしてしんちゃん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。私がこの番組を知ったきっかけは、おとぎの歌のアリスティアでした。はい。しんちゃんが人生初の自分のキャラソンとおっしゃっていた、うん、ハッピーアンバースデーを初めて聞いた時の衝撃が今でも忘れられません。はい。その後も番組で知ったお二人の出演情報からアニメを確認したり、声の演技の奥深さや難しさに触れたりしつつ、各週金曜を励みに仕事を頑張っております。ありがとうございます。今回はアンバースデーではなくバースデーではございますが、はいはい、美味しいケーキとお茶とでお祝いして、はい、まだまだ暑い夏を乗り切るために元気になっていただければと思います。これからも応援しております。はい、ありがとうございます。追伸。はい。しんちゃんが今まで演じられたキャラクターの中で私が特に大好きなアリスティアとミュンナのイラストを描かせていただきましたので、ご差し入れいただけますと嬉しいです。ということで、こちらの画像をいただきました。ありがとう。これ、さっきも見せていただいて、はい、ありがとう。でもむっちゃ素敵な絵を、ありがとう。本当に可愛い絵を。めちゃくちゃ可愛い。ちょっとこれ持って帰ります。いや、もうです。今しんちゃんにいいですか、お渡しして。もちろんこちらもしんちゃんに。ありがとうございます。こういう絵とかってむちゃくちゃ嬉しいよね、写真とかね。ありがとうございます。大事にさせていただきます。やっぱりおとぎの歌のアリスティア、うん、これは皆様最初にね、アンバースで聞かれた時は衝撃だったんじゃないのかと思いますけども、うんうん、ちょっとそこもお伺いしたい。そうですね、あれも何年前だ。あ、もう何年前ですか。結構初期の頃だった、ね、そうですね、5、6年とかもうそんな前ですかね。いやもうだから何も分からず歌って、うんうんうん、はい、もう自分でも衝撃でしたけどね、うん、はい、もうなんか自分の声が、うん、その、うん、
なんていうんですか、キャラクターとなって、はいはい、歌となって聞こえてくるっていうのは、うん、すごく不思議なもんで、うん、すごくね感激して、うん、うちの親は泣いてましたね、ま、やはり泣いた、はい、お母様よく泣くんですけどもいやいいことじゃないか、はい、それだって息子がこれだけ活躍してるんだから、ね、お母様お元気してますか。ありがとうございます、はい、ね、うちの父はちょっと恥ずかしがりそう、それでお父様お元気してますか。そうね、それでも応援してくれて、こう、なんていうんですか、こうフラガリアもあの、うん、コラボカフェに行ったりだとか、うん、はい、ね、行ってくださったりとかしてね、うん、すごく応援してくれてるんですけども、はい、そうだから、ね、これはすごく僕も思い出深い作品で、うん、思い出深いキャラクターなので応援してくださって、本当に見つけてくださってもうすごく嬉しいです、ありがとうございます。歌う時とかも今だから言えるけど、すっごい相談してたもんね。でもその頃から源くんはね、いろんな曲を聴いて、うん、そういうこともあろうかと準備をしていましたから。いや、そうね、そう、高い曲だったり、そうそう、まあ、その男性声優の方のより高音の歌とか、こういうのあるんじゃないか、ね、なるんじゃないかっていうのをしんちゃんに動画として送ったりとか、だからね、すごく助かったなって。やっぱりこのキャラは、そう、やっぱ初めて撮った僕のキャラでもありますけど、うん、こうやってね、源くんだったりとかいろんな人に支えられて初めてできたキャラなので、もうめちゃくちゃ思い出深いですね。いや、よかったです、うん、ありがとうございます。楽しく行っていると思いますけども、はい、まだまだお便りありますよ。いっぱいありがとうございます。じゃあどんどん行ってみたいと思います。ありがとう、ブラザーネームイオさんからいただきました。ありがとう、イオさん、しんちゃんお誕生日おめでとうございます。ありがとう。真面目で優しく面白く温厚特実福徳円満な性格のしんちゃんが大好きです。ありがとうございます、まだまだたくさんのしんちゃんが発見できることを楽しみにしてますね。はい、これからも健康で幸大きい1年になりますように。アブソリュートヘルスということでございました。いや、もうみんな心にアブソリュートヘルス、心にアブソリュートヘルスですよ、はい、配っていきましょ う頑張ってね、うんうんうん、今日は一微妙な顔してるお母さんが あんなにさ、なんかこうやっていろいろ指示出したりとか、いや誕生日そんなこともあった、アリステアの話してる時とか、お母様の話してる時、いやーと、そう、あんなに感じしたのにアブソリュートヘルス行った瞬間にすげえ首かしげ、誕生日だよ誕生日そうそうそう、だからね、はい、いつもはねアブソリュートヘルスにちょっと疑念を持ってますけども、今日だけはね乗っていただいて、 そしてですね、はい、ここからはちょっとやっぱりお仕事2つ、はい、いろんなお仕事に関するお便りいただいておりますので、 ありがとうございます。1つ連続で紹介していきたいと思います、はい、ブラザーネーム、まずはトモミンさんからいただきました。トモミンさん、ありがとう。元君、しんちゃん、こんばんは。こんばんは。しんちゃん、8月のお誕生日おめでとうございます。あら、お誕生月にイベント盛りだくさんのあたり、しんちゃんは持ってるなと思います、うん、ファンとしても嬉しい限りです。しんちゃんが、しんちゃん自身が最近嬉しかった出来事などあればお聞きしたいですとのこと、はい、そしてもう1つ連続で行かせていただきます、はい、フラワーソングさんからいただきました。ありがとうございます。しんちゃん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。より充実した1年となりますよう祈ってます、はい。番組の視聴者として、はい、しんちゃんの凄さがどんどん広まっていることをすごく嬉しく思っています。しんちゃん自身この1年ほど活躍の場が広がっていることを実感したのではないでしょうか、はい、ということでして、はい、最近嬉しかった出来事ですとか、うんうん、活躍の場が広がっていることを実感できたのでは、それはもう、うんうん、僕らも多分原神ブラザーズ一緒にずっとやってますけども、はい、僕自身もそばにいる身として、はい、しんちゃんがどんどんいろんなところで活躍してるのは嬉しいなというところでございますし、はい、まあ、それがつながってこんな嬉しいことあったななんていうことをお聞きしたいんですけども、はい、しんちゃん自身、まあ、この1年去年から1年いかがでしたか、うんうんうん、いやそうですね、まあその、まあ、嬉しかったことは、うん、やっぱり最近で一番嬉しかったことはそのイベントですかね、はい、そのやっぱ、まあまあ、特にその応援してくれてる方は特にめちゃくちゃ嬉しいんですけど、うん、そのミュンナ僕 そのキャラクターをこんなになんか例えばミュンナの格好をしてこう来てくださったりだとか、うん、それこそこうバッグを作ったりだとか、うん、グッズを集めて写真撮ってくれたりだとか、うん、こうやって絵描いてくれたり、うん、フラスタをね、うん、もう僕のために用意してくださったりだとか、そうなんかまるで本当に自分のことじゃないかのような、うん、そう、これ僕こんなにいろんな人が僕を応援してくれていいの、うんうんうん、まあ、もちろんキャラありきの僕なんですけども、うんうんうん、もちろんそれはそうなんですけども、でもやっぱそんなにこう僕が演じてくるキャラを応援してくださってる方がいっぱいいるんだっていうのめちゃくちゃ嬉しいですし、それが実感できたのがそのなんていうんですか、誕生日の節目に近い時でこうなんて、あ、よりこうこれからもうよりこう大事にしていきたいなと、改めてファンの方々だったりその支えてくださるもう元君だったりとかスタッフさんだったりとかのもやっぱり大事に感謝して生きていきたいなと思いましたし、あと何より8月11日うちの父の誕生日だったんですよ。そうなの？そうで、まあ、うちに来て
まあ、うち泊まってったんですけど、うんうん、あのまあ、その生活をね、そのコロナ始まって来れてなかったから、まあ、なかなかね、時期が難しかったかもしれない。だからそのなんて自分 の, その晴れ舞台を見せられて、うん、でその家帰って、あの一緒にこう自分の 今の生活見せれて、うん、でまあ、その誕生日だったんで誕生日プレゼントを、ね、あの父と母にこうあげて、うん、あげられて、ちょっとこう、まあ、全然ですけども、ちょ親孝行できた気持ちに本当にちょっとですけどね、あの慣れて僕幸せでしたね、すごくね。それは嬉しいね、はい、もう嬉しいですし、やっぱその一日は特にそのみんなに会えて、うん、あのその何ですか、一番近しいそのあの親にも見せれて、うん、すごくね、あの嬉しい限りでした、うん、はい、もうそれもやっぱりでも支えてくださった皆さんのおかげだなと、はい、改めて思いました。本当にありがとうございます。まあ、だからこれからもね、うん、変わらず僕らも一緒に頑張っていきますし、そうですね、はい、ということでね、はい、今年もしんちゃんのためですね、はい、なんと今回は焼肉弁当の方ですね、用意したんでございます。もうすごくいい締めだった、もうしっとりして、ここからはこれの誕生日企画をやっていきたいと思います。イエーイ。さあ、ということで何が行われるのか、この後の展開に要注目していただきたいと思います。ということで、この番組ではフリートークテーマのほか疑問質問感想メールなどをお待ちしております。メールアドレスは gsb@secondshot.jp です。たくさんのメールお待ちしております。原神ブラザーズ、原神ブラザーパーク、皆さんようこそ、支配人の佐藤です。今回のゲストはですね、声が非常に魅力的な方が来てくれております。それではご登場いただきましょう。この方です。徳留慎之介さんでございます。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お呼びいただいてありがとうございます。こちらこそ。さあ、ということですね、はい、本日は誕生日を迎えた徳留慎之介さんに、はい、豪華商品をかけてさまざまなアトラクションに挑んでいただきます。ということで早速意気込みを伺いましょう。いや、やっぱりね、もう27になりますから、はいはいはい、まあ、あのここらで27の威厳を見せつけていきたいなと思っております。なるほど、はい、これは期待よ大と。27年の僕は違う、27歳の僕は違うぞっていうね、もうこの時点でダメだと思います。それではですね、最初のアトラクションに参りましょう。最初のアトラクションは、はい、ティッシュフレーバー。やっ。さあ、こちらですね、文字通りティッシュを宙に浮かせ息でフーフーさせながら、こちら床のゴミ箱の方に落としていただきます、はい、ただし、ただ落とすだけではございません。ほう、今現在こちらにですね、1,2,3,4,5,6 とマス目の書かれた、はい、バミリがございますが、はい、あります。これからサイコロを投げていただき、そのサイコロに沿ったマス目のところにこのゴミ箱を置かせていただきます。なるほど。例えば1が出ましたらもちろんここです、はいはい、スタートラインはここですので非常に簡単になりますね、はいはいはい、ただし6が出た場合はこちらむずくなるんだ、はい、そしてですね、やばすぎる。実際にこちらのティッシュを使いまして、はいはい、あちらの例えば6のところにですね、このようにティッシュをまあ、このようにですね、やっていくと。支配人、はい、支配人、あ、すごいすごいな、支配人、さすがっすね。ということで、こちらのように挑んでいただきます、はい、かしこまりました。実際にですね、あの今ティッシュを広げてやりましたが、はい、別に丸めて、あ、確かに固形にして飛ばすも構いません。そっちの方が飛距離は出ると思いますが、うんうん、ただ今のように空中で軌道を変えることができない。あ、 そうね、そちらの選択は確かに重みがあるからね、徳留さんにお任せいたします。わ、それ難しいな。というところで、はい、早速、はい、挑んでいただきましょう。はい、では徳留さん、こちらへお願いいたします。ではまずはサイコロを振っていただきましょう、はい、サイコロの方をこちら。ありがとうございます。さあ、何のマスが出るか。よし、いきますよ。ふっ、いっちゃー、6ということで、今回は6のこちらのやばすぎるマスに置いてあります、はい、ゴミ箱にティッシュをフーフーして入れていただきたいと思います。6ってさ、本当は喜ぶべき数字なんだけどね、あ、なんか基本はこんなに喜べないんだね早速参りましょう、はい、徳留さん、準備はよろしいですか。はい、それでは1回目の挑戦です。お願いします。いただきます。
はい、ダメなんじゃない入ったら。今のはルール違反ではないのかというところがございましたね。今フーフーしてませんでしたね。いや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 、今完全に手で押し込みましたね。バスケでしたね。おかしいおかしい。これはルールの網目をむくった反則行為ということで認められません。ダメなんですか。あくまでも口でフーフーです。まあじゃあ今のはデモンストレーションだったということで。なるほど。もう一回行ってみましょう。ちょっとすいません、ずるしちゃって。じゃあ行きます。もう一回振りましょう。1、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 1
それでは2回目の挑戦お願いします。これダメだよ、でしたこれダメだよ、これできないよこれ。さあそれではそんなのサイコロ、まだでもサイコロ次第で、デメデメ次第では簡単になりますので、はい、そうだよ、1の可能性あれば結構すぐね、ポーでもいけるから、ね、フーでもいけます、広げた状態でもプーでもいけます、確かに確かに、じゃあいきます。それではサイコロ振ってください、お願いします。1コイ1コイ、はい、4、いやでもさっきの変わらず、でもさっきのあれを活かせるからね、はい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 、経験を。次はじゃあ僕、先生が言ってたようにこれやります、はい、います。お助けアイテムあるんですか、なんか今しょうがないな、今回ですね、お助けアイテムさすが2回も失敗してしまってはかわいそうということで、はい、お助けアイテムの方差し出していただいてもよろしいでしょうか。1回目でズルしたシャバい俺にこんなことやっていいんですか、 やらせていただいていいんですか。あります。今回お助けアイテム、ブタミントンの豚をフーフーさせることを許可します、はい、なるほど、こちらでフッフと、確かにこっちの方がまだコントロールが可能やめとこうかな、使う使う使わない、使う自由でございます。あ、確かに、じゃめっちゃ使いますよ、ありがとうございます。それでは、はい、最終チャレンジです、はい、お願いします、いきます。まだまだま、え、入った入った、はい、入りましたよね。以上になります。すいません、チャレンジ失敗です。すいません、残念ながらポイントならず、ダーツを得ることはできませんでした。原神ブラザーズ、続いてのアトラクションは桃揚げクイズ。やっ、さあこちら用意されたクイズに対し、はい、桃揚げをしながら答えていただきます。桃揚げ久しぶりですね、このように得意ですよ、桃揚げね、桃揚げをしながらでございます、はい、ちょっと僕ね今日ベルトを忘れてきたんで、はいはい、ポロリしちゃうかな。それできればご加減いただきたい、まあ、やっぱり、まあ、あの皆さんへの感謝ということで、何をここは一つ、はい、あのお母さんは泣くでしょうしお父さんは恥ずかしがる、違う意味にしないでください。すごいよね、悲しくなりますから、感情は違うのに言ってる言葉は一緒ってすごいね。さあこちらですね、もも揚げをしながら答えていただくんですが、制限時間は20秒、はい、もも揚げをやめたり時間切れになったりすればその場で即終了でございます。はい、それですね、一回あの相棒の豚ミントンを置いていただいて、頑張るね、そしてここから最初の問題、はい、いきたいと思います。じゃあ徳留慎之介さん、今年スポーツが盛んな夏になりましたね。はい、オリンピックが非常に盛り上がっていますが、はい、徳留さん、オリンピックで何かこんな競技面白かったな、この競技気になったなんていうのはありますか。いや、まあ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 、一つ二つぐらいはあったなって思います、うんうんうん、はい、やはり思い出深い夏になったと。そうですね、皆さんやっぱり頑張ってらっしゃって、はい、そんなオリンピックから問題です。はい。今年のパリオリンピックの競技。はい。球技以外のものを3つお答えください。それではレディー、ゴー！新5種目みたいなやつ。具体名をお答えください。さあ、やば、ちょっと待って、3つですよ、3つ、レスリング1個、ジュードから、残念、ポイントならず、もう1回だけやらせてくださいよ。まあ
前向かない。まだ問題あるので、そちらで答えていただければと思います。わかりました。はい。まあまあ諦めない諦めない。いやこれやばいよ。これ本気が分かんないけど、何か言ってるか分かんないけど、本気がきついよこれ。分かんないけどね、何言ってるか。さあ、徳永さん、はい、所定の位置に戻ってください。あ、はい、ます。あんまり下がりすぎると後ろに当たるので、あ、じゃあじゃあ、お怪我なさいますよ。あります。それでは、はい。問題2問目でございます。はい。徳永慎之介さん、最近回転寿司などは行かれましたか？いや、僕好きですよ。あらあら、回転寿司。好きなネタなどはございますか？あ、あります、あります。おお、具体的に何が？卵とマグロが好きです。あ、はい、いいですね。回転寿司の卵、はい、マグロ、お子様からね、はい、そうですね、お年寄りの方よりまで、はい、老若男女問わずいろんな方に楽しんでいただけるネタとなっておりますが、 そうですね、うんうん、そんな回転寿司から問題です。はい、私佐藤源の好きな回転寿司のネタを5つお答えください。それではレディーゴー。サバ、違う、マグロ、中トロ、大トロ、ガリ、イカ、サーモン、あ、待って、貝柱、なんか渋そうなの好きやな、ビントロ。はい、残念でございました。そしてビントロは合っていましたね。これな、5つ ?5 つです。いや、難しいよ、違う。私が好きなネタは、はい、ハマチ、はい、サーモン、はい、ネギトロ巻き、はい、フライドポテト、おい寿司じゃねえ、ラーメンの醤油味、ビントロ、いわし、そしてビールでございました。おいおい、それ店によるよ。あるとこないとこあるよきっと。回転寿司っておっしゃいましたよね。あ、言いましたね。メニューがないと思いますか？あ、そう、確かにあるか。別に私寿司のネタだけとは言ってないな、言ってない、俺が悪いな、くっそー。さあ、それでは、最終問題です。マジで、はい、よし、もう次こそはやってみせます。ちなみに徳永慎之介さん、はい、体力の方はいかほどですか？全然です。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 それではおかしくなっちゃって、最終問題です。壊れちゃって、はい、です。徳永慎之介さん、はい、最近のご趣味は何でしょうか？最近の趣味っすか、あー、なんだろうな、あ、ゲーム。さっきドラクエモンスター3っていうのをハマってて。あ、なるほど、ゲーム、素晴らしい。僕もゲーム大好きでございます。そんな徳留さんの趣味にまつわる問題です。はい、よしよしよし。アイムエンタープライズ公式ホームページに現在載っている徳留慎之介さんの趣味を5つ答えよ、レディーゴー。古着屋巡り、本、小説、読むこと、水泳、特技か、これ、違う、まあ、特技、よろしいでしょう。あとなんだ、あと何言った俺、カフェ巡り、あ、言った、あと何、俺何言った、待って、待って、古着言った？古着は言ってます。俺ね、あと5つもあった俺、はい、趣味古着は言ってますね。失礼いたしました。古着は言ってましたね。古着二重になった今。古着は二重になりました。ということで、いや俺ね、5つでしょ。はい。やば、俺何言った。ちなみに水泳はきちんと特技に入っておりました。そうですよね。こちらは確認済みでございます。はいはいはい、読書もあっております。はいはい。カフェ巡りも書いております。はいはい。古着は見ましたね。はい。残り2つございました。なんだろう。もうね、あれね、生きったプロフィールなんですよ。やっぱなんかどうなんていうんですか、よく見られたいっていう。邪念が入った。だってやんないよカフェ巡りなんかそんなおしゃれなことしないよ、暑いのに。残り2つがですね、はいはい、音楽鑑賞、そして映画鑑賞でございました。こちらですね、実際のアイムエンタープライズの公式ホームページにて皆様ご確認いただけますので、ぜひご覧いただければと思います。なんかマッチングアプリの最初のプロフィールに書いてそうなんかその、なんていうの、あれ、なんていうの。さあ、ということで、もも上げクイズでございました。ありがとうございました。原神ブラザーズ。それでは最後のアトラクションに参りましょう。最後のアトラクションはチンベルホッケー。やばいよ、1点も取れてない。さあ、こちらなんでございますが、はい、文字通りチンベルを使ったホッケーを行います。はい、ルールをご説明いたします、はい、今我々の目の前に長机がございます。ありますね。こちらこのようにですね、はい、徳留様、
端の方にお立ちくださいませ、はいはいはい、まずここからスタートします、はい、チンベルではちょっとお手を拝借して、はい、あ、七夜に入れたというチンベル、こちら、はい、あ、チンベルありがとうございますね、取り返したんですね、はい、七夜から取り返しました、ありがとうございます、はい、こちらのホッケーのラケットでございます、あ、なるほど、あります、こちらを使いまして、はい、相手の奥、要はここから少し距離を離していただき、こちらからチンベルが落ちた場合、はい、あなたに1ポイント、なるほど、ということで私の方に落ちたら1ポイント、はい、で僕の落ちたケン君も1ポイント、そうです、はいはい、なりますが、さらに追加要素がございます、はい、こちら横に落ちてしまった場合、ありますよね、うんうん、滑落といたしまして、はい、相手にポイントが入ります、なるほど、打った方がポイント入る、そしてこのチンベルホッケーを止めるルール、はい、このようにスーッと打って、はい、こう止める、はい、これは禁止です、禁止、今回の止め方は、はい、こうです、あ、面白いね、さあそしてここでさらに徳留さん現在、はい、0ポイントでございます、ということでここにさらに特別ポイント、取ってないんですよ、ね、取ってないか、ということでこちらですね、はい、特別ルールといたしまして、はい、本来ならばこの種目に勝ったら1ポイント差し上げるところでございましたが、はいはい、今回3点選手の試合となりますので、はい、1点取ったら1ポイント差し上げます、はい、ありがとうございます、ね、まさか自分のプロフィールも答えられないようなやつだと思わなかったでしょう皆さんね、すいません本当にね、挽回してみてますということで、はい、こちらが最後の権利になります、はい、こちらでポイントを取らなければ最終、まあ、あのダーツをはい、することができません、やばいよ、ダーツすることなくこの企画終わります、いやもう考えてくれたゲン君に申し訳ないよ、そのちなみにですね、私も手を抜く気はございません、はい、いや抜いてよ、ちょっとそれは抜きません、いや、いや支配精神誠意に反します、あ、すごい、スポーツマンシップにのっとってしっかりとやりたいと思っております、ストイックアゲン出てるよ、それではお立ちください、はいはい、すげえ緑が赤に見える T シャツもうもし負けたら合成レンとかしてもらっていいですか、ブンみたいなやつお願いします、はい、それでは最初の苦笑いされたわ、はい、それでは真剣勝負ですよ、はい、行きましょう、よスタート、よし、おい見てください、おい力加減、穴が開きました、力加減、ホッケーの穴が開きました、やばいよ、芯が鳴るところではなりませんでしたね、え、嘘でしょ、まあ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 、でもこれで私の防御力はかなり薄くなった、確かに確かに、それでも手で止められるってことですよね、これだから今こう床をこうして、そうですよね、それでいきますよ、はい、あぶれー、おー、今落とさなくてよかった、ささっと俺の手も危なかった今そう、それだけここ気をつけてください、そうですね、そうですね、あまり向きにならなくて今のように滑らせる方向でいきましょう、了解です、はい、いきますよ、はいはいはい、今のポイントはどっちだ、社長大丈夫です、社長ですか、今のポイントは、あ、ケン君、ケン君にポイント、まあ、今そうですもんね、意図的にくそぐるっとなってということで最初のポイントは私でございます、やばい、それはこれはまずい、これはまずいよ、ゲーム的にね、ただ3点選手ですから、3点選手なんで、はい、あ、そうですよね、ええ、はい、縦にやった方がいいか、はい、ということで2ポイント目私でございました、やばいよ、あ、今のはちょっと、あ、僕選手やった、あ、うん、やちょい、あー、しまった、あ、しまった、強くなりすぎた、マッチです、マッチポイントです、これが最後ですよ、ステップを忘れるなN 字のガードで危ねえ、今落ちるとかだったんじゃないか、いやちゃんと見極めないと、落ちたら俺の勝ちだね、そうですよ、落ちたら、そうだよ、お真ん中に上がるよ、あいつ、キリキリまで見極めた、絶対危なかった、危なかったよ、行くぜ、来いよ、覚悟しろよ、来いよ、お互いコツ掴んでくれて怖いね、これね、怖いよ、これでここね、もう落とさないかが怖いよ、これ、よっしゃーでーよっしゃーということで徳留さんの勝利です、やったー、ありがとう、ごめんね、チンベル
る。なるかな、なるわ。よかった。壊れてはない。ゴールに入らないということで、とくだめさんが、はい、泥沼試合でした、ね、泥沼試合の結果、はい、3ポイント獲得。やったー、ありがとう。ということで、ここらはエクストラステージダーツのコーナーに行くことができます。あ、以上、チンベルホッケーでした。原神ブラザーズエクストラステージダーツでご褒美、よっしゃさということで、はい、徳留さん見事3ポイントを獲得いたしました。はい、ということで、ここからはダーツ3本の矢をあなたに、矢、はいはいはい、与えようと思います。はい、ありがとうございます。それではですね、はい、こちらの道具を使っていただきます。ダーツです。いや、ここダーツ、とりあえずこちら持っていただいて、それでは矢の方をスタッフさんご用意いただいてもよろしいですか。あ、こちらに、あ、こちらにありますか。でかくないですか、ダーツ。なんか絶対違うなって。あ、いいですか。はい、ダーツです。あ、そうですよね。それではですね、はい、こちらに現在、はいはい、このように的がございます。こちらの的に向かって、はいはい、ダーツを射っていただきます、はい、すげえ認めないよ。ダーツ射っていただきます、はいはいはい、全然認めへん。当たった場所のものが、はい、徳田さんにプレゼントされます。なるほどね、罰ゲーム多いよちょっと何言ってるか分からないですけど、かそれでは徳田さん、はい、一番欲しいものはやっぱり何ですか。やっぱり焼肉ですかね。焼肉、そうですよね、焼肉ですよね、はい、では焼肉ぜひ獲得を目指して頑張ってください。はい、それでは第1射目、ご準備の方よろしくお願いいたします。はい、ちょっと明日から下ろします。あ、こちらにあるんです。 ある、はい、あ、そこに仕込んでたの仕込んでたの。なんか俺おかしいなと思ったって、1本ないんだけどと思って仕込んでた。明日がになってたんだ。はい、これ恥ずかしいです恥ずかしいっすか、自分恥ずかしいっす。じゃあそれでは、はい、ダーツをつがえてください。それではスタッフさんご唱和ください。焼肉、焼肉、わがらはスタッフ、焼肉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 、罰ゲーム、焼肉にかかって三太郎だ。あ、かかってません、罰ゲームです。え、罰ゲーム。ということで、罰ゲームは物上げをしながら問題に答えていただきます。やばすぎ。そうすれば次の矢を、おっといけね、次のダーツを差し上げましょう。言ってんの、言ってんの、もう認めないよ、ね、認めな、それでは安心しました。はい、問題です。はい、山手線の駅30個あるうち、はい、これはもうかわいそうだ、5個答えてください、はい、レディーゴー。新宿、渋谷、原宿、代々木、あとなんだ、東京スカイラークじゃねえなんだっけ、アイル、アイル、アイル、天王座アイル、違う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 、あと1個か、タマチ、タマチあれ、天王座アイルじゃないか、あれ、タマチ、タマチってさ、あるよね、ありましたっけ、あるあるある、オッケーオッケー、くしょ、あっぶねえ、面白いこと言おうと思ったら面白い線の名前ないかなと思ったら、それでは、はい、最後の、はい、一社になります。あっす、やばい、これ焼肉取れなかった、焼肉取れませんよ、このままでは、やばいよ、ラストチャンス、やばい、頑張ってください。はい、それではスタッフ様、皆様ご紹介ください。せーの、焼肉、はい、焼肉、焼肉、外す気しねえぜ、焼肉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 、もういいよ、もうかわいそう、ありがとうということで、徳田さん、ね、見事焼肉ゲット、おめでとうございます。いやー、いやー、なんか普段からアーチェリーしてるあれがありましたね。いやー、アーチェリーじゃない、スタートです。あ、だってですね、すいません、はい、ということで、以上、原神ブラザーパークでした。ありがとうございました。楽しかった、ありがとう。原神ブラザーズということで、エンディングのお時間です。はい、徳信さん、いかがでしたか。超楽しかった僕、チンベルホッケー忘れられないっす。いや、チンベルホッケーはそうですね、はい、これ
ちょっと競技性を高めていけば他の番組でもぜひ楽しめるそうですねのではないかと思いまして、ね、あとでやってほしいんだけどアーチェリーめっちゃ気持ちいいよ。ちょっとあのアフタートークの方で僕やってみてもいいですか。ぜひぜひやってみて。ちょっと割と難しそうだなと思ったんで楽しい楽しい、やってみたいと思います。楽しいし、あのやっぱなんかこう一生懸命ね考えてくれたっていうのがあの伝わりました。本当にありがとうございます。皆さんね、いやいやこちらこそです。しんちゃんが楽しんでいただければと思いましたので楽しい誕生日を迎えました。さあそしてですね、はい、改めてではございますがこの番組はメールを募集しております。僕らへの疑問質問面白い情報など何でも構いません。メールアドレスは gsb@secondshot.jp です、はい、メールで採用させていただいた方には番組ステッカーをお送りします、はい、X でハッシュタグ原神ブラザーズをつけて感想もお願いいたします。お願いします。じゃ今回のアフタートークはあのしんちゃん焼肉ゲットしましたので焼肉食べながらいいゆっくりとあのこの企画どうやって作ったのとかしんちゃんの今後だったり聞いてみたいし、うん、あの僕もちょっとアチリやってみたいな、アチリじゃねえダンスね、ダンスやってみたいと思いますので、いろいろねあのやりたいなと、ゆったりした時間過ごしたいなと思います、はいはい。さてまあ次回のね曜日なんかもお伝えしたいところなんですが、はい、僕からちょっとサプライズです。あら、徳留さんに誕生日プレゼントを買ってまいりました。いいんですか？ちょっとぜひ中身見ていただけたらと思います。ありがとう、ありがとう、はい、ありがとうございます。ちょ見せていただきます。なんだろう、あれなんだなんだろうなんだろう、失礼します。これアイマスクですか？ドクターエアさんのすげえ、まあ、電気のアイマスクでございます。あのこれからねあの、しんちゃん、まあ、まだまだ、まあ、これ放送された後ですかね、アイ様なんかも、はいはい、そうですね、きっとこれから頑張って、はい、自分の中でもいろいろ大変なこともあると思いますけども、ぜひ頑張っていただきたいなと、私からのささやかな応援のメッセージも込めまして、ありがとうございます。誕生日プレゼント今回はこちらをお送りさせていただきます。いやもうめっちゃ嬉しいです、ありがとうございます超嬉しいです、ありがとうはい、ということでですね、次回原神ブラザーズの更新は9月6日金曜日20時を予定しております、はい、ということで今回はここまでです。お相手は佐藤玄と徳留慎之介でした。バイバイ、バイバイ、皆さんありがとうございました。誕生日おめでとう、ありがとう。